前ら、スマホゲー実況者のゆっくり霊夢ソンハムニダです。お前単発で終わらそうとしてた感つくの2回目をやろうとしてないか？あ、バレた？お前がバカゲー呼ばわりするから真面目なゲームとしてプレイしている民が丘を真っ赤にして怒っていたぞ。バカゲーを悪口として捉えてる人もいるのね。ウケるわ。ウケるな。あくまで私がこのゲームをバカゲーとして楽しんでいるだけで、その他にも様々な遊び方ができるというのは前回話したでしょう？ああ、ふざけた船以外にも真面目に作るという遊び方もできるよな。今回はロマンとゲーム性を重視した鑑定で遊んでいこうかと思うよ。ほほう、今回はどんな船で行くんだぜ？ふふ、今回はあの欧州最強と歌われた、ドイツを代表する超大型の戦艦、ビスマルクをベースとした船で行くよ。おう、長戸に勝てるかも怪しいやつか。そんなビスマルクをなんとか戦えるようにしてみました。的なコンセプトで作りました。なんじゃそりゃ。その名も、超時空戦艦ビスマルク。もう一年以上前から耳にしている僕の考えた最強 SF 妄想戦艦じゃねえか。作っちゃった。はぁ、そんじゃどこを改善したのか教えてくれ。イエッサー。まず、四方を連装砲4機配置で重量増し増し組んだったのを、時代に適した3連装砲にして、あとはゲーム内の都合で小口径化して、31センチ3連装砲6機18門としたよ。えげつないな。確かこのゲームでは、大口径を大胆に乗っけるより、程よい火力の砲をたくさん乗っけた方がダメージ稼げるんだったよな。そうね、でもさすがに14センチや15センチでは味気ないし、見た目にも物足りなさを感じたから、今回は真面目な見た目も意識して、この31センチを選ばせてもらったわ。門数は頭おかしいが、見た目はいい感じだな。そしてビスマルクの最大の欠陥とも言える、第一次大戦期から進歩が見られない全体防御方式を、時代に適した集中防御方式に変更、重要な部分のみに装甲を施すことで排水量の節約に成功したよ。でも排水量はオリジナルの満載5万トンより1万トンもオーバーしているぜ。そう、ただでさえ節約されてガチガチになった装甲をさらに強化して、減速435ミリ、乾板150ミリとなりました。乾板も十分厚い部類だが、減速装甲に至っては戦艦ヤマト以上の厚みだな。それを実現できるなら6万トンは妥当な重量と言えるわね。そして気になる速度は？この船は戦艦ヤマト2隻分以上の出力を備えていて、最高速力は37ノット強を発揮するわ。きっしょ、ヤマト型2隻分なんて、30万馬力超えてるじゃねえか。装甲種どれも抜かりはないわよ。えげつないぜ。そして武装に戻るけど、副砲には50口径の 12.7 センチ3連装砲を20機、60門を備えていて、対艦以外にも対空射撃も可能だよ。片舷30門以上とか恐怖なんだが、ここで注目してほしいのはこの船の対空戦闘能力よ。12.7 ミリ60門の他に、よりスペックの高いドイツの 10.5 センチ連装広角砲を14機、28門を備えているよ。もう対空砲は過剰なくらいだな。しかし対空砲をくぐり抜けてくる敵機に対し、対空戦闘最後の砦が対空機関砲よね。まさか。撃墜確率が非常に高い、ドイツの 3.7 センチ連装機関砲を12機、日本の25ミリ3連装機銃を16機設置していて、さらに撃墜率を高めるため、船体後部には12センチの28連装噴針砲が7機設置されているよ。ソードフィッシュのトラウマが鬼のような対空弾幕を生み出している。もっとも、問題だったのは射撃管制なんだけどね。このゲームの射撃管制とはベクトルの違う話だからスルーしてOKだぜ。というわけで戦場へゴー。今回はどこの任務なんだぜ？今回は18の5に挑もうと思うよ。敵の編成は空母2、戦艦2、巡洋艦3ね。こっちは？戦艦6隻。手加減することを覚えろ。手加減なんてしたら相手に失礼じゃないの。失礼ってなんだよ。いやボット相手に全力でぶん回してたらすぐ飽きるぞこのゲーム。このアプリは AI を狩る作業より造船の方で楽しむから、弾が出ればそれでいいです。戦闘に対する意識低すぎるだろ。リアルタイムでの対人戦ができれば間違いなく神アプリだけどね。間違いなく大変だけどな。さて、戦闘画面に話を戻すけども、この超時空戦艦ビスマルクは、副砲を自動射撃にしております。なぜだ？リロードの合間とか暇だろうに。めんどくさい。副砲撃つのめんどくさがるやつ初めて見た。ありがとう。は？何にでもありがとうのゆっくり霊夢だよ。唐突な自己紹介やめろ狂気じみてる。さて、副砲がもう片方の戦艦を狙い始めたよ。右側の戦艦は味方に任せるとしよう。退屈なシーンは倍速アタックですっ飛ばします。造船楽しいのに戦闘退屈なのは草。よし、敵機接近、対空戦闘開始。秒殺しとるがな。まあこの弾幕だからね。って、目の前の戦艦が金剛に奪われたぜ。また金剛か、このクソったれが。まあ許すけども。許すのか。また撃墜したわね。さすがだぜ。次の目標は巡洋艦よ。戦艦に比べれば楽にやれそうだな。雷撃されるのはなかなか怖いものがあるけどね。って普通に雷撃されてますやん。凄まじい数の魚雷ね。回避運動は取らなくていいのか。この超時空戦艦ビスマルクの最高速力は37ノットよ。速度で振り切れるわ。どうかしてるぜ。ほら避けれた。ほんとだ。そして巡洋艦を撃沈。やったぜ。
そんでもって2隻目の巡洋艦とも交戦開始、対艦戦闘より対空戦闘の方が映えるな。じゃあ対空戦闘系 YouTuber 目指します。ターゲット層が推察できない。とりあえずリロード終わったので巡洋艦をやりましょう。撃てー。地味に耐え上がるなあの巡洋艦。今の正射じゃなかったからね。まだ6発分撃ててない。とりあえずその6発を撃っちまおうぜ。5発命中。次の砲撃でいけそうだな。あと少しで倒せそうだし、この巡洋艦は味方に任せます。先に空母を叩くんだな。そうだよ。空母めっちゃ柔らかいな。面白いくらい HP 削れるわね。なんか発艦1秒で機関砲でめった打ちにされる艦載機かわいいわね。こんな超至近距離に接近されたらたまったもんじゃねえよな。距離 1.3 キロに敵戦艦がいて、こっち撃ってきてる光景がそもそもアホすぎる。バカゲーというのが少し分かってきた気がする。ゲーム的にはこれくらいがちょうどいいんだけどね。そうだな。10キロとか30キロの距離で撃ち合いたくねえ。即挙と偏差修正を続けるゲームとか暇すぎるもんな。着弾に1分以上待たされるのはマジのクソゲーだ。そう考えるとバカゲーは褒め言葉だな。こういう縮小した戦場で戦艦のスペック差を再現しようという努力が垣間見えるわね。運営さんには今後も頑張ってほしいものだぜ。なんて話をしている間に敵艦は残り1隻となったわけですが、巡洋艦ちゃんだな。果たして戦艦6隻の砲撃を受け止めきれるのか。耐えれるわけねえだろうが。まあすでに瀕死なわけですが、5秒間浮かんでるだけで褒めてあげたいくらいだよ。次でとどめね。ってまたお前かい。マジであの混合なんなの。私に恨みでもあるの。そういうキャラなんでしょ。適当。これにて勝利よ。お疲れさんだぜ。S ランククリアね。撃沈数は2隻、与えたダメージは219,040だな。なんで私よりあのクソったれ混合がいっぱい撃沈数稼いでるのよ。そういうキャラなんでしょ。適当。どういうキャラなのよ。敵機は22機撃墜したみたいだな。現実なら鬼神のごとき戦かね。そうだな。長時空戦艦ビスマルクの対空戦闘能力が十分なのは証明できたわね。一番いいのは戦艦が対空砲を撃たなくていいように事前に味方機が迎撃しておくことなんだがな。このゲーム空母も作れるみたいだからね。興味のある方はぜひ、遊んでみてね。そんじゃ、今回はこの辺で締めるぜ。また次の動画でお会いしましょう。アスタラビスタ。ティーニ。